Wednesday。さあ今日オープニングでも、まあ、お話ししましたけれども、海外でもね、そのいろんな宮城県とかその東北に対して何かできないかって思ってる方たくさんいらっしゃるということなんですけれども、今日はねフランスからお客様にお越しいただきました。フランスに住んでもう11年、高瀬純子さんにお越しいただきました。高瀬さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。まあ、今回高瀬さんはフランスに住んでいらっしゃって、地震の後初めての帰国ということだったんですけれども、今回はどうしてその帰国をされたんですか？仙台の七夕祭りが8月に開催されると聞きまして、フランスの友人たちからたくさんのメッセージを集めて、うん、短冊の形にして、うん、でそのお祭りの時に、七夕祭りの時に竹の枝を笹をね飾ってほしいなと思ったんですね。フランスからの思いですと。そうで、いや今ね実はその短冊ということでいただいたんですが、さすがフランスおしゃれです。トリコロールの赤と白と青の布なんですけれども、そこにメッセージがこう書かれているんですね。でこれをじゃあ笹だけのその笹にくくりつけて、まあ、フランスらしい、これはなんて書いてあるんでしょうか？これは絵文字ですとか言って、これをね今回書いてもらったそのタイミング、うん、その機会というのは決してその大人だけが集まるところで、まあ、そのまともな文章だけをこう書いてくださいというのではなくって、私はちっちゃい子供もいるので、うん、その幼稚園でのお祭りだとか、うん、あとは家でこうみんなで集まった時に、いろんな機会の時に、いろんな年の子たちがいる時に、うん、みんなでメッセージを書いてねというふうにお願いしたので、うんうん、その文字のまだ書けない幼稚園生の それこそまだ3歳の子だとか4歳の子だとかいるんですね、うん、でそういう子に対しては絵を描いてって言って、へえ、これミーナちゃんなのかな。でも人がこうやって手をつないで、もう本当に3歳の子が描いたんじゃないかなっていう絵なんですけど、手をつないで 1,2,3,4,5,6,7人ぐるっともう短冊いっぱいにね手をつないでる人を描いてくれているんですけれども、でも本当にいろんなメッセージがねこの中に詰まってって、500枚近くあるということ。そうですね、430枚、うんうんうん、これはちなみに私のちびちゃんですね。あ、お子さんが描いて、これも絵が描いて、幸せという、ママどういう意味、どういうふうに描くのっていうので漢字で幸せのこの幸という文字を描いて、その後なんか自分で絵を描いて、これは日本語の私の教育が悪いんですね。トーマと書いてあるんだけど、なんかこう、うん、曲がっちゃったみたいで、これが逆で、ローマ数字の6みたいななってますけど、ちゃんとハートね書いて、彼なりに一生懸命書いてくれたもので。でも皆さんどうですか、見ていてどんなその思いで書いてらっしゃるなとか、そのフランスの方々にね、まあ、日本へのメッセージを書いてくださいって言って書いていただいたと思うんですけど書いている時の、まあ、様子とかそういうのはいかがでしたか？この七夕のメッセージをお願いした時に、私一番大事だなと思ったのは、書いた内容を私が訳して、うん、でこちらに届けるのではなくって、私がそれをお願いした時に、みんな一瞬ふっとこう、その本当に2分3分黙って考えて、それで黙々とこう一人ずつみんなメッセージを書いてくれるんですね、うん、でその 2,3 分のその間の沈黙というか、そのみんなが日本に対して何かこう思ってくれている、うん、その時間が私にとってはとても大事なんじゃないかなと、うん、私のこうそれをしたい、集めたいと思っていたのでね、だからそれだけのこう時間がこもったもの、うん、だからみんなの思いがもう本当にみんな真剣に書いてくれて、うん、この絵であってもね、私写真撮ってきたんですけれども、うん、みんなが書いてくれてるこのミナちゃんのね写真もあるんですよ、うん、もう真剣な表情をしてお母さんと一緒にこう下の方を見て書いていて、うん、遊びながらキャーキャーって言ってやってるんじゃなくって、うん、みんなすごく真剣な顔をして、いっぱい日本のことを思いながら書いてくれたので、うん、まあ、遠く離れたフランスで、ね、その高瀬さんもフランスでこの今回の地震のニュースは聞いたっていうことですけれども、はい、やっぱりどういう思いでしばらく過ごされました？もうずっと泣いてましたなんかね、私は東北地方に親戚もいないし、東北出身ではないんですけれども、やっぱり、まあ、これは他の日本人でフランスに在住またはベルギーで、うん、に住んでいるというその日本人の友人たちと話をしたときに、私たちは外にいるから、日本がこう、なんて言うんでしょう、自分はどこどこの出身だから、ここだけが大事っていうんじゃなくって、うん、もう日本は祖国日本なんですよね。うんうん、だから、このちっちゃい日本が、
こんな 大惨事が起きてしまって、それも見たことのないような、うん、考えられないような災事が起こってしまって、大惨事が起こってしまって、もう自分の国の危機ですからね、うんうん、だから私はそれをすごく真剣に受け止めて、真剣に受け止め、もう自然にこうね、なんていうんでしょう、考えて動くんではなくて、もう感じて動くというか、もう本当に子供に対してなんか動くのと同じように、うんうん、で私はあの週末ずっともうそれもうずっとそればっかり考えて、うんうん、ニュースもいっぱい見て何かしなきゃと思って、うん、何もしないでなんていられない、仕事も どうでもいいと本当に思ったんですね、うんうん、で翌週にすぐいろいろ県庁へ行って、フランスはいろいろお金が絡むとうるさいので、アソシエーションを設立しなきゃと思って、それをまず作って、それからフランス中の、まあ、知人友人、それから私は少しだけワインの仕事をしているんですけれども、知っているそのみんな生産者たちに声をかけて呼びかけをして、うんうん、でいろんなイベントをしてきました。でやっぱりね、そういった思いのまず第一弾の結集がこのトリコロールの短冊だと思うんですけれども、はい、これは仙台七夕祭りで一番町にサンモール一番町にね飾られるということで、まあこれが風にパーッと揺れてトリコロールのカラーが揺れたらすごく綺麗だろうなって今、うん、私も思うんですけれども、まあ先ほど高瀬さんワインのお仕事をしてらっしゃるということで、この短冊以外にも今後やっぱりいろいろ支援をしていきたいなって今ご自身で考えていらっしゃるんですよね。はい、まあ、財政的な部分での支援というのはやっぱりなかなかフランスにいると、うん、フランスも生活がそんなに楽ではないですから、お金ばっかり その支援というのは難しくなってくると思うんですね。ただ私はワインの仕事をしていますから、その生産者に話しかけて、そして日本の私のお客様はインポーターさんなんだけれども、うん、インポーターさんにもご相談をして、そしてこうフランスから届くそのワインを少しこちらの方にも送っていただいて、うん、仙台市内のレストランさんとかまあ、バーですね、そんなところで少しこうチャリティーワインといったら変だけども、まあ、少しずつこう飲んでね、うん、いただいて、でその分のお金が、まあ、また、うん、何でしたっけ、救援費となってね、うん、届くようにと思って考えていたり、うん、あとはこれはちょっと1回だけの企画になるかもしれないですけれどもね、たまたま南プロヴァンス、私が住んでいるその南フランスの地域はいろんなハーブがありますから、でそのハーブを使ったとっても自然なナチュラルな石鹸が、うん、あるのでね、それを、まあ、今回も少しだけ持ってきて、うん、で何かチャリティーのために使っていただければなと思いました。そうですか。本当にね、こうやっていろんなところからね支えられてるっていう思いが、うん、被災者の方々にとっても心強いと思うので、じゃあこれからもいろんな形で支援だったりとか、フランスの声だったりとか届けていってくださいね。はい、今日はありがとうございました。はい、今日は高瀬淳子さんにお話を伺いました。